今日は今からマカオ行きます。バックパッカーワインを飲み物もワインで、でこれは、持って帰るメガネたちとカメラでしょ。でこれは昨日買ったシャツ、このシャツのところとで一緒に置かせていただくというお話が進んでます。5階にうちもですね。で今からマカオ行ってきます。これでしょ、多分忘れ物はないと思います。はい、ターボジェット。アルコール依存症みたいですね。ちょっと今から飲みますけど、マカオ着きました。ワインを1本開けてしまう、あ、1本じゃない、半分か。今日はこちらに泊まります。マカオグランドエンペラーホテル。何の方、あー、これだ、金塊が下に、おー、純金です。ちょっと日本の庭園みたいにしてみたいと思います。京都のちょっと京都の庭園をイメージしました。マカオです。今日はこんな部屋ですね。こんな部屋です。やたらこのバスルーム系が広いですね。通常のスタンドオンドルームなんですけどね。こちらはうちのスタッフの、方が来ています。今下にいます。私がここで仕事をしてます。今日は最後、年末の今後の方向性の会議です。はい、足りないなんてことないですね、うん、すごい。こちらは本日の1本、アブソリュートヴィンテージ香港のメガネです。すごくいい生地使ってます。これめちゃめちゃセンスいいんですよね。うちの実は、田中、もう作ってもらったんですけど、本当にこの方いいセンス、蝶ネクタイとかも作っちゃうんですけど、すごいですね、これ。めちゃめちゃいい形だし、めちゃめちゃいい、この生地の選び方です。アブソリュートヴィンテージは今日本でないんで、もしかしてうちがちょっと代理店にならせていただいて、今後販売するかもしれないです。アブソリュートヴィンテージのボストンです。マカオの夜です。実はお土産を探してます。いつもお土産っぽいお土産を探すことがないんで、全然ないですね。こういう風に歩いてるうちにここに来ちゃいました。あれですね、マカオの中の観光地です。観光地のど真ん中にフォーエバー21。ここも家賃は高いんでしょうね、多分、観光地で買うんですかね、これ。どこでもあるけど、マカオです。シティオブドリームズ。もうちょっと来ないうちにいろんなものが変わりますね。また作ってますよ、これ。なんですかね、ここは。また大手が入るんですかね。こんなにホテル作ってどうすんのってぐらいホテル作ってますね。ちょっとね、やっぱここら辺スケール違いすぎですね。もう滝流れすぎだし、水出しすぎですね、年がら年中。ありますね、ディスプレイがちょっと大赤に。この匂いもすごくいいですね。入った瞬間こんなに匂ってると相当炊いてんのかな。本当ですか。 X コアがある。 X コアが、 X コアです、これ。わーお、超